はい、皆さんこんにちは。榊アトシでございます。6月は7日あの金曜日でございまして、朝から機材のトラブルで、もう今日はね PC ですね、さすがに丸5年使っていますとですね、動きが悪くなって、なんやねんお前みたいな感じになってきましたね。もう取り替えたいんですけどね、もうそろそろ取り替えようかなという感じでございます。さて、行きましょうか。今日の一発目はですね、ヤフーニュースで見つけました。今朝6時1分に吉崎エイジーニョさんっていうエキスパートの、ヤフーニュースのエキスパートって、要はどこのメディアでもなくヤフーにオリジナルに載せる方々なんですね。吉崎エイジーニョニュースクラマドノンフィクション、専門は朝鮮半島地域研究、よって時事問題から K-POP スポーツまで幅広く書きます。大阪外大卒業と、朝鮮語科卒業と、日本人の方でしょうかね。本名エイジさんと、まあ日本の方ですね。小倉出身ですって。ヤフー個人月間 MVA 2度受賞、すごーい。記事721本、すごーい。はい、この方が今日お書きになった記事ですね。タイトルが、汚物風船 今後どうなるクエスチョン、韓国の報復案、北朝鮮境界線近くでの爆声覚醒音がやばいわけというタイトルでしてですね、ちょっと読みましょうか。2024年5月末から6月にかけて韓国で発生したいわゆる汚物風船事件、北朝鮮からの韓国に向けて大量の汚物を積んだ風船が飛来する出来事が相次いだ。背景について脱北者にして元朝鮮日報記者の SND 南北コリア研究所キム・ミョンソン理事はこう話す。北朝鮮側の行動の理由はいくつか考えられます。従来韓国の脱北者団体が北朝鮮に巻いてきた台北ビラへの報復、韓中日首脳会議がソウルで開かれるなど韓中関係が近づいていることへの不満、偵察衛星発射失敗に対する責任回避及び視線をそらすこと、ユン・ソンニョル政権に対する攻撃を通じて韓国内での北朝鮮にまつわる世論を分裂させるようにすることなどですと。5月28日23時ごろ、まあ汚物が到来したということで、ですね、まあそれはいいんですけど、これに対して韓国側はですね、その核兵器をですねまたやるぞと、これ平和協定を結んでいたんですけども、向こうが一方的に破ってるんですね。だからこっちもじゃあそれやったら考えんぞということで、韓国側は6月2日には大統領主導の国家安全保障会議、常任委員会の拡大会議で台北核兵器放送の再開を議論、早ければ6月4日にも放送を再開する方針を固めた。今日7日ですからね、まだやっているというニュースは見てませんけど、ですね、その核兵器の内容、飛ばし飛ばし読んでますね。少女時代や IU、 これはアイドルグループですかね、のような音楽、北朝鮮人権蹂躙を批判するニュースを伝えたと。高出力スピーカーにより20キロ離れた場所にも電波しと。これね、南北軍事境界線の安全地帯は確か2キロ幅やったと思うんですよね。ということは2キロ先のこっちから出して20キロ到達するということは、境界線の18キロ向こうまで行くということですね。18キロって結構すごいですよ。どうでしょうね、東京駅からですね18キロと言いますとですね、杉並あたりまで行くって言いますかね。結構広いでしょ。でもそんな核兵器あんのと思うんですけど、ね、
高出力スピーカーによる20キロ離れた場所にも伝播し、最前線の軍人はもちろん軍事境界線近くの住民にも生々しく内容が伝わる。そうなんですか。普通ね、スピーカーで何か言うてても何言うてんのか僕分からへんのですけどよくね、その辺道歩いてたらパトカーがジャジャジャとか何か言うてるでしょう。あれ内容が分かった試しないです私あとですね、東京23区は防災無線、防災放送があるでしょう。時々実験放送を行いますとかって言うて、あれは超ゆっくり言うてくれたら分かるんですけど、早口で言われたら分かりませんよ。ではこれ分かるんですか、ソウルのは。ソウルというか朝鮮半島のは。このため韓国政府は南北間の緊張が高まるたびに拡声器の放送を再開、中断を繰り返してきた。 SBS は4日の別のニュースでその具体的な内容を伝えている。2015年当時の拡声器の内容だと。今ちょっと長いですけど、いいから読ませてもらいますね。2015年にこれが放送されてたっていうんですよ。キム・ジョンウンは民主的手続きを経て北朝鮮の統治者になったのではない。3代にわたって、北朝鮮の住民すべてを精神的な奴隷にしておいて、ただ狩猟の息子だから自分も狩猟にならなければならないという前代未聞の世襲独裁体制に寄生する者、人民の敵であるだけだ。従って我々はキム・ジョンウン政権を絶対に認めない。今日国際社会が憂慮している北朝鮮の人権蹂躙と核ミサイル開発、テロ、拉致、麻薬、偽造ドル、海外労働者の奴隷労働など北朝鮮が抱えている全ての問題はキム・ジョンウン世襲政権の独裁性と関連しているという内容なんですけど、ここで若干気になったのはですね、北朝鮮には人権という概念はないでしょ。そんなもん教えてないんじゃないですか。その次に世襲というワードも教えてないんじゃないですかね。まあ教えてる、どうかわかりませんけどね。まあまあでも、これを聞いたらですね、北の方はですね、ちょっと穏やかではないし、それをですね、そういう放送されてる北朝鮮の体制側も、なんていうかこう、グラグラしますよね。何を言ってんのお前らみたいな感じになりますよね。だからそう、どうやらね、それが嫌で嫌でしょうがないらしいんですよ。ビラを飛ばされるのも嫌やし、この放送をされるのも嫌やし、でそれが多分にギャンギャンもう文句を言うてるわけですよ。でも彼らの対抗措置は今のところですね、ゴミと汚物を飛ばすしかないわけですねまあ何もできない。気持ちとしては核ミサイルを撃ち込みたいところでしょうけど、そんなんしたら戦争ですからね。そこまであいつらも根性ないわけですよ。だからガンガンやったったらいいんですよ。やっぱり敵の一番嫌がることをやるというのがですね、あれこれが一番いいことですからね。だからこそですね、向こうが情報をしてくるわけであってですね、これしかし、ね、面白いのは、汚物風船飛ばしてきたでしょ。だこの放送するぞって言うた途端に暫定中止とかって言うてるんですよ北は。で今もしこれがですね、もう7日ですって始まってるんであればですね、もう北はもうプチンプチンプチンとこう切れまくってるでしょうし、ですね、始まってないんであればビク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 恐れてるんちゃいますかね。はい、ということでこのヤフーニュースですね、吉崎英二女さんの汚物風船今後どうなるうにゃうにゃというですね、ニュースのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。